影安邸は、明朝の、第七代皇帝。意味名は、棋玉。四号は、普天立て、同国皇帝高文踏武剣、徳高高影皇帝。病号は、大層。日本では、治世中の言語から一般的に、影安帝と称されている。戦争戦特定の実施として生まれる。兄、聖刀帝の即位を、王に封じられる。土木の変で聖刀帝が、 オイラトに囚われると、北方の脅威を感じた軍心により南京戦ロ論が出されたが、兵部次郎の受験が南戦後に滅亡した南宋を例示し、南戦論を排除するとともに、北京にて交代後孫氏の命により、起玉が、まず韓国に、ついで皇帝に即位した。影安帝は土木の変における最大の責任者である、大ー一族を粛清、財産を没収した。 そして新たに、右見を投用し、オイラトによる包囲から北京を防衛している。オイラトのエセンも今回の北京攻撃は、病朝に対し長考貿易の優遇を求めた結果で、あり、包囲の長期化による、経済的負担を考慮して、病長との講和が成立した。講和により、政党御門も送還されたが、影安帝は、政党御門を軟禁し、 大上皇の尊号を与えつつ政治権力を剥奪するとともに、政党三角の息子である明美晋王立大使するなどの懐重策を提示している。土木の変異降の影安帝は右県を中心に北防体制を立て直しを行っている。また一度は明美晋王立大使した影安三角であったが、自らの着手への高等継承を画策し、影安三年に、 息子の明湖を立体死した。この配立をめぐり反対派の阿蘇を融和するため金を可視したことより、後に進化に賄賂を送る皇帝と嘲笑の対象とされた。このように指定立体死された明湖であるが、翌年に皇居している。また、影安定自身も、影安8年に異病がし、阿蘇により後継者の決定を促す創状がなされるが、明湖に、 着手のいなかった影安邸は後継者指名を行わずにいた。この状況に、聖刀帝に近い医師、トール女優邸早期首将らは、聖刀帝の腹壁を格索し、聖刀帝を軟禁されている宮殿から脱出させ、病床の影安邸は抵抗することなく、聖刀帝が重訴した。定位を追われた影安邸は、間もなく放御したが、 暗殺されたとする説もある。去年30。宝玉子は、歴代皇帝の両母軍が位置する天寿山ではなく、岩塩西部の玉泉山の北方、金山の貴族領を墓地に埋葬された。天根淳帝は、純僧の習慣に反対していたが、影休み門に対する憎しみから、最後の純僧として、当時を殉視させた。影休み門の死後すぐには、悪い意味の死後。 霊王が贈られた。聖神門の代になって、国皇帝系皇帝という簡易な仕事が贈られた。他の明朝皇帝同様に、長い送り名となった普天立て、同国皇帝高文み府武圏、徳高高影皇,皇帝の号及び廟号の大層は、南名によって広光元年に贈られている。明英層実録巻275、天根順元年2月期中上による。ありがとうございます。